血液はどこで作られるのか。血液は骨の中心部にある骨髄で作られます。そしてできた血液は血管に入り、心臓の右部分から肺へ、左部分から全身に送り出されるんです。そして腎臓は血液を体内を回ってきた血液をろ過し、老廃物と体に必要なものを仕分けして尿を作ります。ですので、我々が日々出す尿には、血液のいらなくなったものとか老廃物が含まれている。そう思いましょう。人間の体の 60% は水分で、40% は組織と言われております。成人男性で 60% ですが、新生児、生まれたばかりの赤ちゃんは 80% が水分と。それから年をとって、だんだん高齢者になると水分が減って、まあ50から55と言われてますね。そして人体の 60% は水分ですが、水分の3分の2は体を構成する細胞内にある。残りの3分の1が血液と細胞間液ということになります。また人体の 40% は組織ですが、その 40% というのは筋肉で 16%、内臓と神経が 10%、骨 7%、脂肪 7% と、この骨の中心部にある骨髄で血液が作られるわけです。そして人間の体は 60兆個を超える細胞でできていて、これはまあタンパク質でできていると言われてますね。それでその血液が骨の中心部の骨髄でどうやってできるのかということなんですが、骨髄というのはね、脳が硬い頭蓋骨で守られていると同様にですね、血液を守るという大事な役割を担っている骨髄も硬い骨で守られているわけですね。で、骨髄の重さは成人で約 2.6kg と体の中で最大の臓器になると言われてますね。で、骨髄に造血幹細胞という血を作る細胞があって、その骨髄の中で盛んに細胞分裂を行って、赤血球、白血球、血小板の3種の血球に成長するんです。そして骨髄は常に新しい血球が生産されるため、造血器とも呼ばれているんですね。で、全身を流れる血液の総量は体重の約 8%。体重60キロの人なら約 4.6リッターで、一升瓶約 2.5 本分ぐらいと言われてますね。で、この約 4.6 リットルの血液がですね、1分間でなんと全身を回ると。で、全身を回る血管の総延長距離は10万キロって言いますとね、地球一周が4万キロですから、地球の 2.5 周分。いや、すごいですよね。それで、この血管の中はですね、まあ、動脈、静脈、毛細血管があるわけですが、約100億本と言われる毛細血管は、血管の 99% を占める。すごいですよね、この毛細血管の働きというのは。そして、まあ、動脈と静脈の合間に位置してですね、細胞に必要な酸素や栄養を届け、不要となった二酸化炭素や老廃物を回収するのが毛細血管の役割ですね。そして私たちの人間の体内を巡る血液の量は、先ほど言いましたが、体重の及びその 13分の1、それで血液がですね、細胞に酸素とか栄養素を運んでいる。それからあらゆる臓器や組織がその血液によって
生命が維持されていると、そういう意味でですね、非常に、血液は骨髄で作られ、血液が全身を回って栄養と酸素を得て人間は生きていると。ですから血液の働きというのは、まあ、体中を循環し酸素や栄養分を体中の細胞に運ぶ、いらなくなった二酸化炭素を出す、体温調整する、細胞の生まれ変わりの新陳代謝、古くなった組織は大小便で、体外に出すという具合にですね、人間の体は精密機械のようにできてるんですね。で、我々毎日朝目が覚めて食事して活動してまた夜眠りますが、体の内部では非常に繊細な動きがあるということをですね、今日はちょっと考えてみたく思いました。